皆さんこんにちは、しおりみちゃんのしほとビニールですだってビニールリミです。はい、というわけで今回はですね、私の誕生日にですねディズニーに行ってきたので、その時のディズニーで買ったものを紹介していきたいと思います。おということでですね、結構あるでしょ、いや少ない方か、少ない方じゃない、だってあんまりお土産買う時間なかったじゃん、何気に何気ならと思う、そうだからそんなに買ってないと思いますけど、一応ね紹介したいと思います。じゃあまず、C に行ったんですけど、 C に入ってからすぐ買ったものはどれですか。こちらです。そうね、とりあえずね、あの洋服とか、あとかぶってる帽子、あ帽子もそうだと、あとしほちゃんはこのシェリーメイちゃんのこれにぬいぐるみじゃなくて、なんていうのパペットっていうの、手を入れてこうやって動かせるやつをね買いました。このサイズがすごく良くて、大きくなくね、とってもね持ち歩きやすかったです。シロンが吠えちゃった、シロンが珍しく吠えてる。でじゃあ T シャツちょっと広げてください。ガンッて今こんな感じで、ちょっと大人用なんだけど M しかなかった、うん、でも別にね半袖なので普通にね着れました。これ早く紹介して、うん、ちょっと待ってね。で、そうじゃあ裏も一応ね、東京ディズニーシーって書いてあるやつがいいっていうのでね、シンプルだから、で、裏がなんか01で、あと C って書いてあるね、東京ディズニーランド C って書いてある、うん、めちゃくちゃシンプルで何もあって可愛いなと思って買いました。はい、リミちゃんも同じの買いました。まあでもダブッと着るのもね可愛いかな、ダブッと着るの、ね、だってリミちゃんもスカートみたいなやつやん、君はねえママ見て、一人だけ後ろ向いてる、うん、ちょっとあとのみんな、うん、もうそれが開けたくてしょうがないのね、リミちゃん。じゃあちょっと待ってね、はい、こんな感じです。はいはい、じゃあ次いきますか。はい、次はしほちゃんがグリーメンマンがずっと食べたいって言ってて、もう中身はもちろん食べちゃってないんだけど、でね、あ、そっか、入れ物をちゃんと取っといたんだね。この入れ物の中に3つ入ってて、でこれがね別に売られてるんだよね、別売りで、これもちゃんと買って、うん、と入れて、うん、そのなんかこうトングみたいなので持って食べるみたいな。これいつもグリーちゃん、あー、そうね、まあでもこれは代わりでね、まあ飾っておくとっていうかね。でね、あのね、これ洗ってたら別にこれをね、トングで取ってここに直接入れてもいいんだけどさ、ディズニーシーがさ、こうしないとさ、そうですね。うん。はい。嬉しかったですか、それ。美味しかったね。でも三個ね。カスタードとイチゴとチョコが入ってた。そう、全部味違ったね。知らなかったからびっくりして。めちゃくちゃ美味しかったよ。美味しかったけどね。パパもう一個買うとかね。うん、美味しすぎて。これのね、撮影したやつがしほりみ研究室で公開されているので、そうだね、見てみてください。見てみてください。しほりみ研究室よろしくお願いします。研究所に変えるかも。研究所の方がいいかな。ねえ、どうかね。でもここでね聞いてもコメントできないからね、このチャンネルね。ねえ、しーちゃんのチャンネルはコメントできる？できるよ。できる。うん、で今度聞いてみようか。うん。ね。はい、じゃあ次、次買ったのが、文房具かな。文房具屋さんに行ったね。あ、じゃあ文房具、あ、それ開けたいね。そう、文房具屋さんで買ったのがリミちゃんがその卵ちゃんで、あとしーちゃんこれ、これそれとこれ、イエーイ、私があの友達に配る用のペンセットと、あとねこれリンメンの、ね、キーホルダー、キーホルダーでね鍵とかつけられるやつ、そうそう、ここにリングがついてるんだよね、その星のところにリングがついてて、エイリアンと生まれて鍵とかさ、そうそうそう、つけられて可愛いなと思って、なんかグリーンメンマンの自分用で買いました、これこの容器と似てるね、かわいいでしょ、うん、あ、開いた、ちっちゃくなったみたいな感じ、ね、かわいいでしょ、うん、で、これが友達に配りたいと思います。で、こんな感じで、あ、いいんじゃない、どう、いいよね、
こんな感じです。あとはこんな感じね。1個ちょうだい。1個ちょうだい出ました、りみさんの。絶対水色ちょうだい。1個ちょうだい。水色。それかオレンジちょうだい。オレンジでいいの？じゃあオレンジあげる。え、オレンジでもいいの？緑じゃなくていいの？それか青か緑か水色かオレンジか。じゃありみさんが買ったのがそのたまごちゃんね。たまごちゃん、これは中になんか入ってるんだよね。そうなの、あのね、うん、何が入ってたか、あ、裏に書いてあるじゃん。メモと、すごいちっちゃいメモの鉛筆と、うん、付箋とクリップと消しゴムが入ってる。裏になんか書いてある？あとシールも入ってあるよ。こんな感じか。へえ、こんな感じです。すごいね。でもこれ決まってんだよね。メモと鉛筆と付箋とクリップと消しゴム。ママ貸して。こんな感じ。開けたい。開けたい。いい、開けて。うん、じゃあその間しほちゃんこっちの紹介しちゃう。うん。じゃあその後、あ、その後パレードの、パレードっていうか夜になったので、このね、光るおもちゃをね、とりあえず買いました。とりあえず。リミがこちらのね、あのニモ&フレンズ、そう、フレンズのさ、おー、大丈夫？あー、卵が飛んだ。やばい。ハプニングが。卵が飛び散った。ニモ&フレンズの、あの、うん、毎回乗ったことあるんですけど、それに乗って海を旅したところが、うん、このライトです。ライト光って映るかな、テーブルに。やってみようか。なんて言うんだっけ、この子。うん。それが、なんか、あ、ちょっと映った。シーライダー。シャーン。シーライダー。うん。映ってる。こんな感じだけど、あ、ちょっと映ってる。こんな感じでね。ちょっと、なんていうの？ね。ニモ、ニモとか。ドリー、ドリーいる？ドリー、うん、ドリーとかが映ってくる。ニモのパパとニモとドリーとシーライダーが、うん、だね。シーライダーでね、これ映し出される感じでーす。ねーねー、で、私が、うん、で、ミーで、私がやっぱりエイリアン、リトルグリーンメンを買いました。一応光らせてみる。で、ミー、そのプーさんが持ってるから。あ、ね、プーさん持ってるよね。去年プーさんが、こんな感じで。かわいいよね、これ。かわいい。もうかわいすぎて。あのね、プーさんはね、上で蜂蜜持ってる。あ、そう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 。で、で、エイリアンがアームに捕まる。うん。はーい。たまごちゃん。開けれた？開けれた？私さ、ん？ディズニーさ、シー行くとき、このエイリアンの格好してくる。エイリアンってどんな格好なの？ちょんまげに耳が。そんな格好でしょ？ほら。じゃあちょっとリミちゃん、その卵最後に開けようか。ちょっと先にこっちファーッと紹介しちゃおう。だってそこ綺麗にならないと開けれねえじゃん。開けたくてたまらないね。じゃあほらすぐだから、リミ、ほらそう、すぐ、お菓子です。すぐやってよ。うん、はい、じゃあしーちゃんお願いします。じゃあね、で、次は次の日ホテルだね。次の日のホテルで買ったものを、じゃあ時間がなくてね、ホテルで買ったものを紹介します。まず私が買ったのはこちらのラスク。私ラスク大好きでさ。そうだね、ラスクと、あとリミが買ったこのね、チョコかな、うん、チョコっぽいの。あの、うん、なんだっけパパでね、バッグにもなりそう、ね、うん、食べ終わったらね、こう取っ手がついてるから。パプリコ。あ、パプリコなの。カプリコ。あ、カプリコなんだこれ。パパとね、リミが選んでたので、ママたち何かわかんないんだけど。カプリコ。本当だ、カプリコなんだ、かわいいね。これは好きな、好きだね。パプリコ。後で食べよう、みんなで。はい。で、次にね、私が買った、うん、私とね、リミで買った、お揃いで買いました。かわいい。うん、こういう、かわいい。かわいいよね。もうコップはね、ほんとなんかあっても、ペン立てとかでもいいけど。あのね、あのね、私ね、かわいい、あのね、うん、こんなね、大きいコップね、うん、が好きなの。あ、そうね、よく水汲む。これから夏にかけて水の飲む量が増えるからね。いや、違う、冬もすぐ私飲むから。あ、そうか、冬でも飲むのね。あのね、ピクリンチュ、その隣にあったコンビニでガチャガチャをしたんですけど、エイリアンとピグレット。あ、ピグレット。ちょっと今車の中にリミちゃん忘れてきちゃって。忘れてきちゃった。あと、ミニーちゃん、
貯金箱。貯金箱。どうな、どこから入れるんですか？あのね、反対側に。ああ、忘れんところに。くぼみじゃないの。お金を入れる。あ、かわいいね。チャリン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 。見て。感じ。こんな感じです。で、はい、でこっちお尻の方にお金を入れる。結構大きな穴だね。500円玉も入りそう。うん。いいじゃん。これ机に置いて。お金貯めなきゃいけない。うん。で、最後にお土産としてね、これを作ったんですけど。あ、これホテルにあったんだよね。そう。リンリン。これ二人とも同じ柄でしょ？これな、うん、何？アリス。アリス。アリス。不思議な国のアリス。アリスです。あれですね、私ね、去年のやつが。そう、去年もやったよね。去年は。2枚作ってました。あ、去年のやつ持ってきてくれたの？うん。去年、一昨年じゃない？去年 C 行ってないじゃん。そうか、一昨年だ。一昨年にこれがダッフィー。やったね。去年がそれだ。で、去年がこのミッキーとミニの35周年のやつ。ね、メダルもちゃんと取っといてたらね、たまっていい思い出だよね。私今5枚たまってて、あと2枚はね、なんだっけ、ドラえもんとポケモンなの今。ああ、ドラえもんとポケモンもあるの。うん、そう。で、どんどん貯めたいと思います。はい、お待たせしました。どうぞ。なんか暗くない？なんか暗いよ。あれ、あ、電気つけるの忘れてた。よ、せーの、スイッチオン。やっと明るくなった。ちょっとすいません、今までなんかちょっと暗かったかも、ね、あの電気やった時から、ね、にもやった時から暗かった。パトロンしてコロンがカランです。今日トリミング行くから、もうもしゃもしゃもう最後です。めっちゃもしゃもしゃだね。顔が見えないぐらい。早く開けようよ。あ、そっか、それリミでしょ。じゃあ開けてください。じゃあ、しほちゃんも一つ開けさせてもらったら、ありみ。メイマックスがいい。いい？リミ。いいや、いいの、ありがとう。じゃあ、リミ。うん。モンスタージリンク。ちょっとカメラ近くするよ。もう、なんだっけ。ねえ、モンスタージリンクのマイク。マイク？マイク？マイクじゃない。マイクじゃないよ。サリー。サリー。サル。サル？何サル？サリー。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 じゃあどうやって開けるのそれ。ここ開けて、うん、ここにね、ひび割れてる、うん、あ、もうひび入ってんだ。あ、ほんとだ。カン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 。バッカ、あー、かわいい。あ、落ちた。見て、あ、メモ。サリーはメモ。メモ。ベイマックスは消しゴム。あ、消しゴムなの。サリーのメモ。かわいいね、サリーのメモ。ベイマックスは消しゴムっぽいね。でもね、消しゴムって書いてあるもん。あ、そっか、消しゴムぴったり。じゃあ次は、あ、リビ全部あげる。いいよ。あ、こっち逆に開けて。しまうね。しちゃんもしまう。しまう係になりました。かわいい。次、はい、ミッキー。はい、ミッキー。定番ミッキーは何が入ってるの？クリップ。クリップ。あー、ほんとだ。でも2個しか入ってないね。クリップ。クリップは2個です。2個入り。はい、どうぞ。じゃあ、チェキ。はい。豚の貯金箱。豚さんね。豚の貯金箱。豚の貯金箱。ほら、見て、どっち？あ、ほんとだ。一応貯金箱の模様が入ってる。じゃあ、開けます。うん。何それ。落ちた。付箋。あ、付箋なんだ。あ、かわいいね。かわいい。かわいい。見て、ちっちゃい付箋。ちっちゃい、ちっちゃいけどかわいい。これから見てみましょう。はいはいはい。次、定番じゃない定番ミッキー。なんで定番じゃない定番ミニじゃない？ミニ。ミニは何？シール？シールだ。シール、かわいい。緑。まだ3つあるよ。あ、ほんとだ。大きさが違うのが入ってんだ。うん。へー。もしさ、違うのはね、チップとデールでもいい。あ、チップとデールも入ってんの？うん。最後は、ちっちゃいのは。うん。あ、コンコンスも入れてんの。一応コンコンスのね。あ、鉛筆がちっちゃい。あ、かわいい。ちっちゃ。ちっちゃい鉛筆が2本入ってました。
じゃあちょっと中だけ開けてみようか。何の中ですか？まずラスク。ラスク食べたい。中どんな感じなのかみんな見たいかなと思って。じゃじゃ、おお、かわいい。こんな感じです。見たい。しかもね、このラスクちゃんが。こうなってます。かわいい。これ美味しそうだよ。え、かわいい。めちゃめちゃかわいい。見てて、見てて。見てて、見てろ。ミッキーとミニーのミニーのミニーたち。でもこれ友達にも配るんだわ。これはなんかよく売られてるあれっぽいね、あの3色の。ね。ね。あれってパプリコのあのミニ。パプリカ。パプリカじゃ、パプリカはパプリカになっちゃう。花が咲いたら。パプリコ。え？パプリコ。パプリコ。カプリコでしょ？パプリコだよ。そうなの？カプリコだよ。カプリコ？パプリコじゃない、パプリコ。食べる。食べる？カップ。カップ。マカップ。でもシロンたちいたら食べられるでしょ？自分で。ラスクが食べたい。うん、じゃあ食べてみようか。じゃあシーちゃんラスクでリミちゃんがカップリコ食べてみる？ラスクも。あれ欲張りだね。ダメよ。なんでダメよ。ママもありがとう。いただきます。これ友達にもあげていい？いいよ。かわいいねこれね。かわいい。これは喜ばれるかもね。いただきます。おいしい。うん、おいしい。めちゃくちゃおいしい。なんかね、味がちょうどいいよね。なんか、うん、甘っ。甘くもないしね、味がついてないなけでもないし、うん、美味しい、美味しいだよ。こんな感じ。パプリコ。パプリカ。パプリカは歌だけ。パプリコ。これめちゃくちゃ大好きなんだよ。グミペア。